ユーリー・ハトエビチテ・ミルカーノフは、ロシア人指揮者。1938年、カワルダ・バルカル共和国ナリ地区のチェレク地区に生まれる。1953から1957年、サンクトペテルブルク音楽院で、バイオリンとビオラを学ぶ。その後、1957から1963年に、レニングラード音楽院オーケストラ科で学び終了した、あと、 1962から1968年には音楽院指揮科でイリア・ムーシンのクラスの学生、研究生となった。1965年、ミハイロフスキー劇場でベルディのオペラ椿姫でデビュー。1968から1976年には、レニングラード交響楽団の主席指揮者。1977年から1988年まで。 ヒーロフ劇場の芸術監督、主席指揮者を務め、1988年より、レニングラードフィルハーモニー交響楽団の音楽監督と主席指揮者を兼務。1978年から、UK のロイヤルフィルハーモニー還元楽団を定期的に客演し1992年に、同楽団の主席指揮者に、1998年から、警官指揮者に任命される。 1998年から、ボルティモア交響楽団の音楽監督を務めた。チャイコフスキーやラフマニノフ、プロコフィエフ、ショスタコービチといった伝統的なロシア音楽のレパートリーを得意としている。日本人バイオリニストの庄司さやかとは、近年物価信頼関係にあり、2001年以来、毎年世界各地で共演をしている。近年は、 主兵のサンクトペテルブルクフィルハーモニー交響楽団を率いてヨーロッパや日本において精力的な公演を行っている。2006年11月の来日公演ではショスタコービチのオラトリオ森の歌をスターリンを称賛する内容であるオリジナルのテクストを用いて演奏した。また2008年10月の来日公演ではテミルカーノフ70歳記念。 チャイコフスキーフェスティバルと題し、チャイコフスキーの連続演奏会を行った。ショスタコービチを取り上げる際は、作者が曲に込めたと言われる政治的なメッセージなどについて、詮索をせず、あくまでも純音楽として評価し、演奏するというスタイルを貫いている。ありがとうございます。